目的地は右側です。お疲れ様でした。はい、姉川湖戦場跡。はい、こんにちは、じいちゃんほんです。多分俺の顔が今モザイクかかってるからいや、カメラこっちやもん。ああですね、今何やったん、もいくん。姉川古戦場、古いっていう字に戦いの場所と書いて古戦場。暗くてごめんなさい。ああ、そうか、なんか姉川、意味わかんねごめんなさいね、僕歴史よりも現代地理が得意なもんで。はい、ムイ君登場です。ムイ君に後は聞いてください。はい、どうぞ。姉川古戦場で起きた事件、事故、怪奇現象。まあ、あの橋が今回探索すればいい場所かなっていう感じなんですけど、姉川の戦いは1570年に起こった合戦、織田信長、徳川家康の連合軍 VS 浅井軍、朝倉軍の連合軍との戦い。この橋の下は両軍の犠牲者の流れた地で、姉川が真っ赤に染まったという話が残っている。で、心霊現象として、この橋のたもとでは事故や事件が多く、ほとんどが首に関わるものなのです。俺仕事首になるかな今のところは首になってもいいんじゃないかまあ確かにまあいわゆる合戦跡なのでね、それなり何かあるんじゃないでしょうか。ざっくり言っとるけど、それぐらいしか本当に記事ないのよね。あ、体験談っぽいのがあるぞ。嘘、何、多分ね、まあカットされるかどうかはこの内容次第だな。要は今回昼下見で、ここ別に大したことねえな、夜別に来る必要もねえなって思ったら、ここ次回来ないので。ではさ、皆さん、何だっけ、姉川、まあ姉川古戦場かな、古い戦いの場所散歩してきます。行ってきましょう。バイバイ。だいぶ風あって涼しい。さあ、今日はカメラも持たずにさ、皆さん行ってみます。姉川湖戦場、姉川古戦場って書いてある。どこが古戦場かよう分かってないですよ。あ、なんか書いてある書いてある。この橋の下って言ってるけど、どうなんだろうな。カメラ持ってきてないねいる？なんかいる？あの昼の下見でオープン撮れた試しがないんだけど、明るすぎて見えんだろうな。でもなんていうかさ、こういうなんか姉川でもそうだけど、要は信長さんたちがさ通ったとかいう場所なわけじゃん、意外と近所だなって思う。なんかこうやって改めて来ると、そうだよなもう歴史の感じでは全くねえけどな、でも水は綺麗。でもここ掘れば何か出てくるんだろうな。砂金以外出てこなくていいです。あ砂金以外出てこなくていいです。刀とかが出てこないね、もし本当の話だったら。基本的に回収されるんじゃないのか。そう、回収されるんかな。多分普通になんていうの、夜来てもここの橋を往復する感じでやるかな。なんかさ、草むらじゃなくて、なんかの跡地の記念館とかね。それあれじゃん、道の駅の方面とかにあったじゃん。ねえ、あれちゃうわろ違う、あと道の駅行く前に民族資料館とかそういうのあったよ。そう、姉川の合戦、愚かな者たちと笑いまする
ね、こんななんかゆとりのある心霊スポットって、ね、なんか今までお墓とかさ、そういうなんか割ときつめなとこ行ってたから、うん、こんな走って行ったらもう何エナキョか、エナキョぐらいですな、本当になんかゆるーくゆるーくできとるのってなんか気持ちが楽だよな恐怖感ないものうーん、多分ここ夜来ると結構楽しいぞ。ここ来るリスト、来るか来ないか、鎧を着た幽霊はいる？いや、鎧が着たかはそれは分かんないんですけど、うん、うん、多分結構大きなオーブがあそこに映る。大きなオーブがこのぐらいの割とでけえあ、うん、じゃあ何かしら分からん、あるのね、あのそこの1個2個目の水たまりあるやん、あ、1個目2個目あって2個目の方の水たまり、奥の方のあれ、うん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 、なんも見えねえ、ワンピ、ピンク色のワンピどう見ても時代背景間違えとるやろなんで姉川古戦場って言ってんのに武将も何も関係ないよ、あの時代にワンピースないよそう、ピンク色のワンピースだぞ、ああまあなんかと、あっち、あの電柱の方を見つめとる女性がおるんだよな、ああ、ここ自殺者しおるの、なんか自殺者はそんな記事なかったけど、首関連ってやつ分からん、向こう側見られてるって言われてる、要は変な話、はい、こうやって要はこうやって立ってるの、こういうふうに、こういうふうに、おお、何やろうね、すごい気になるんだわ。一つ気になる点、思い当たる点は、あの要はこさ、あの真ん中の道あるじゃないですか、車し今走ってるとこ、あっちからこっち側に来るとこの姉川古戦場っていうのになって、うん、向こう側にもなんか心霊スポット扱いされたりは、要はこの姉川の戦いが一番なんていうの、過酷だった場所が、そう、向こう側、橋のさらに向こう側、じゃあ、あれワンピーじゃねえの、あれ着物ダランとしたやつ、知らんけど、見どころあっちだよって教えてくれてるんじゃんでも俺から見ると現代っぽいもん、昭和の、うん、そうやな、今生きとれば多分俺よりかもうちょっと年上だろうな、おお、もうちょい年上ってことはそんなあれだな、そんな古い人でもないな、すごい気になるけど、まあいつもの小手屋でいいわと思っとるねさ俺これで気になるんやで、こうやって下が、ああなるほどね、うん、俺らが来た、僕らが来た時に、うん、最初は入った瞬間下だったんや、は下にいたってこと、そうそう、だから下を気にしとった、ほうほう、そしたら何か知らんけどあそこに立ってあっちを見て、今もずっと見てる、うん、入ってきた、なんとか公園っていうね、セクシーパーツ絶対オンエアや、こんなんやめてなんとか公園っていうもう片方のところに何かあるのかね、歩く？ちょっと距離あるぞ。なんでいつもちょっと距離あるぞって言って、それ俺に止めさせようとしてるわけ。車で行ける？車だったら、うん、すぐ着くと思う。どうのもめんどくせえな、お前。あそこ通るの？俺また。
あ、やった、今切れた。何を待ってると思ったら。うん、やっぱりあっち側にあれ、あの血液の血に、うん、あそこだろう、多分これのもうちょっと行った、100メートルぐらい向こうのところ100メートルかな血に野原の原、千原公園っていうのかな、姉川の戦いで最も戦死者が出た激戦地、多くの戦死者の血で染まったから千原と呼ばれるようになった。姉川の戦いで戦死した武将たちの霊が出るって。でもこれ変な話、はい、歴史上よう分かんないけど、うん、特攻隊みたいに突っ込んでっとるね。ああ、うん、あのさっきの看板にも書いてあったけど、奇襲作戦みたいだったとは書いてあったぞ。というか特攻隊というか、うん、逃げる信長さんを追いかけてるから、そう、みんなでズボズボズボってその剣に向かって足止めっていう感覚で。ああ、そうですな。要はわーってくるやん、その剣の穂先にこうやって自分たちで突っ込んでって自分たちが自害するやつが多いぞ。そんなん見えてんの。目の前にはな、ろくでもねえな、なんていうの、再現 VTR やんけ。あ、まあ、あの事件の内容としては合ってる。嘘。要はその挟み撃ちされて逃げる信長さんをなんとか逃げ、なんていうの、うん、安全なとこまで逃がすぞっていう体で、剣で立ち向かってないもん、もう、うん、あの一方的に逃げる戦いだったけど、うん、信長さんたちは、そう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 、それが見えるか俺はよう分かんないんだけど、うん、要はもうほぼ死にかけた人間が立ち上がってる姿が映像として映るってやつ。わかる。おぞましいもん見えてんな。そうそう、要するにバーンって倒れて、うわーってもう何、刺されてグザグザになって、もそれで一気にもうその槍とか刀とか足にしがみついて死んでいく者たちの映像ってやつだわ。怖っ。それしか映らないよ、あれ、あそこ。そう、ちょっとそっち側行ったらそういう激戦地があったってあるから、そっちの方が見どころあるかもしれない。そううん、これ見て、涙出てきたね、これわかる。ああ、え、大丈夫。涙出てきた。あ、すげえな、古戦場、こういうそんなのがあれなのね。まあ事件の内容としては合ってんだけど、わかる、涙出てきた。雨じゃねえ、涙出てきた、すげえ悲しい俺。すごいな。は？これが見えない奴らのがかわいそうかもしれん。へえ。すげえな。うん。どうやろう、7人ぐらいがこうやって高級な感じで、ああ、スクラムクジじゃないけど、大将を守りながら、うん、ほんで周りの倒れとる奴らがこうやってもう足を押さえて、なんちゅうの、足、手を引きちぎったりしていう映像が、ああ、もう必死になんか助けようというか、信長さん守ろうみたいな感じでやっていってるわけだ、うん、へえ。すげえ、涙できた俺、なんで。すげえ、下見来てよかった。俺夜こんな来たくねえな。あ、ここの水溜りだっけ、さっき言ってたの。なんか久々やねん、俺涙出てくるの。久々っていうか初めてだよ、どこで涙流したのかに。だってすげえ涙出てくる。涙出ん？出ない出ない。嘘。もうちょっと向こうだよ、ここじゃないね、ここは、うん、うん、あの本当に橋のちょっと向こう側になんとか公園っていう、100メートルぐらいのところ、うん、公園があるから、多分そっちの方が見やすいってか、うん、そっちの方が大激戦があったってあるから、ワンチャンそれを思うんだったら、こなんていうの、向こうの方が悲惨ですぞ、うん、すげえな、大将結構冷てえ人間なんだな。はい、
あのそこは断言しきる。はい信長さんだもん。はい、冷たい人間です、あの人。すげえな、こいつも立ち悪い。信長さん、うん、すげえ性格悪い人なんだ。じゃあこうやって見ると、うん、まあ第六天魔王ですからね。自分でその魔王を名乗るぐらいの人ですからね。ナルシストなんだ。で、うん、ナルシスト自分めちゃくちゃ可愛い人なんだね、この人。うん、そう世界は自分中心に回ってるとマジで思ってそうな人。ここ水は流れてたんやけど、うん、あまりにも深いから人を、なんちゅうの、人の上を背中を走って川を渡るの本当にやりそうで怖い、あの人なら、うん、うわ、すげえ、ここなんだろう、関ヶ原でこんな風に感じたことねえもん。ああ、関ヶ原はもっとなんかそんな悲しいシチュエーションじゃないから、本当に悲しいシチュエーションじゃないって、同時戦った人に申し訳ない言い方だけど、うん、ここすごい悲しい。そういうなんか、うん、うわ、すげえ、涙なんか泣けてきた俺心霊スポットで泣けるなんてマジあれよ俺、うん、本当に信長さんが囲まれた、やべえ逃げるぞって言ってもう必死で逃げる。うん、囲まれとるところよりも、うん、すげえぞ、捨て石だぞ、完全に人間を道具だぞ。ああ、うん、そんな人、信長さんって。初めて見たこんな人間うん、多分現代だったら嫌われるじゃ済まないレベルの人武器握らないんだぞ。ああ、うん、そりゃ総大将だし、握って剣触れる範囲にいちゃダメでしょ。え、ん、自分刀抜かないんだよ。え、基本、戦ってそんなもんでは。そう、うん、総大将陣の奥で待ってるだけじゃないですか、基本。すげえ偉いさんの、もう一人偉いさん、副隊長みたいなやつが二人おるんやって。おお、うん、はい、うん、そいつらも自害するんだぞ、最後に、その逃げ切った後に。逃げ切った後に追いかけてきて、うん、ああ、偉いさんなのか知らんけど、まあお月の人がってことですよね、言ってしまえば。最後までなんていうの、ついてこれてたのに。ありがとうって言わんか。ああ、言わんな、あの人なら